どうもお姉さん、こんにちは。よろしくお願いします。スクリーンで見るのはね、30年近く前に見たきりですね。そうですか。未だにドキドキしながら見てましたよ。あの頃のなんかこう、なんていうんですかね、無計画な演技というか。あ、そうです。本当何も考えずにやっていたんだなと思ってね、ドキドキしました。でもちょうど、まあ、相馬さんこれがデビュー作ですけども、鶴見さんは、まあ、この映画に出演する前にはテレビかなんかでも十分演技は積んでらっしゃいましたよね。いや、まだね、演技ができている状態じゃないです。そうですか。言われたまんまやるだけって、そんな感じでしたね。でも例えばまあ確か金八先生かなんかで、はい、随分鶴見さんの名前が出てきた頃だと思うんですけども、相馬さんの最初のその演出にでですね、まあ自分がこう演技をしてなんかこうダメ出されたりとか、それからまあなんかこんなところはまあなんとなく通用したのかなとかって、そういうのはありました？とにかくね、辛気臭い芝居するなって言われたんですよね。なんか金八先生でなんか僕の演技は辛気臭いと思ったらしくて、そういう芝居をするなってことを言われて、だんだんそのうちになんかのほうずになってきて、僕がですね、今じゃこういう演技というかカメラの前での動きができないなと思いながら。でも割と、まあ、相馬さんの演出特にそうなんですけども、はい、全くどっかに座って、まあ、割といった実際に我々は板付きって言うんですけど、板付きでなんかこう割と、はい、動かないで芝居するというより何かしてますよね。1日ワンカットしか回らないぐらい、もうとにかくだん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 その何て言うんですかね、もう緊張というかそういったものが削ぎ落とされていくんですよね。だからあんな勝手にこうネクタイをねじくったりとか、そういうなんか日常的なジェスチャーであったりとか動きが出てくるんだと思うんですけど、今ああいうことできないなと思って見てましたね。なんか具体的に相馬さんは例えば最初から俳優さんたちに何かこう指示するとか、そういうことあったんですか？もうちょっとなんかお前考えろみたいな、そういう感じでしたね。俺もわかんないんだからお前考えてやれとか。15歳。はい。もうじゃあ、まあ実際に相馬さんはまああまり何も言わないという形ですけど、鶴見さんよく相馬さん女性のね、はい、それこそ若い、俳優さんのことをタコとか靴とか語尾とかよく言ってたっていうのはよく書いてあるんですけども、実際僕も現場でね、セラフからですけども、鶴見さんは何て呼ばれてました？なんだっけな、まあ、タコとかなんだとか呼ばれてたと思うんですけど、はい、大体名前なんか呼ばれなかったんですよ、はい、なんかね、いろいろ思い出してきたんですけどね、見ててね、傘を差して俯瞰で撮ってるところなんか、あれすごい夜中に撮ってて、ああそうですね、雨降らしでもう目も開けられないぐらい強い雨を降ってやってたんですけども、傘の芝居で日本一っていう芝居やってみろとかね、そういうこと言うんですよ。俯瞰でくるくる回る、くるくる回る、ええ、赤い傘のシーン、若いもんだから回しはいいと思ってくるくる回して、今だったらああいう芝居しないなと思ったりして言ってたんですけど、はい、そういう言い方をするんですよね。なんかこっから動いて、2秒経ったら振り返ってどうのこうのしろって、そういうことじゃなくて、何か自分からひねり出すようなそういった演出をしているという印象がありました。よく相馬さんの演出は俳優さんの素の形を出すっていうふうですけど、はい、やっぱり時間かかるんですよね、最初だから余計にね、どんな人だかわからないでしょうから、ああいう演出っていうのは、でも僕映画がこれ初めてでしたから、映画っていうのはこういうもんなんだと思って、あ、やっぱりその後の他の映画出てから随分スパスパ撮るなと思って、なんかちゃんと撮ってくれないんじゃないかっていうような、錯覚に陥りましてね、なんかだから相馬さんの映画に出て若い俳優たちはその後他の作品をやると、なんかすごくこう消化不良というか、はい、達成感がないような、いわゆる相馬病と言われているような感覚に陥るって言ってましたね。鶴見さんはこれがまあデビュー作、相馬さんのデビュー作でまあ主演してらっしゃいまして、
途中5作目の台風クラブで、まあ、弟さんと共演して、はい、まあ、ワンシーン、ちょっと共演してます、はい、それから最後の風花ですね、風花一作になりました13本目の風花にもご出演していらっしゃるんですけども、はい、相米さんの映画って、まあ、その年代的にこう少しずつ変わったというふうに言われています、はい、実際こう頭と、それから真ん中と最後の映画と、まあ、相米さんの3つのこう映画に出てですね、相米さんの演出っていうのは鶴見さんから見てどうだったんですかね。変わりました、それともまああんまり変わらなかった。もちろん年代が変わってるんでね、僕もやっぱり演じ手として変わってきてたというところもあって、そういう意味では私の受け取り方であったりとか監督の僕の接し方みたいなものは変わったんだと思うんですが、やっぱり根っこにあるその表現したいものであったりとか、作り方というのは変わってないんじゃないかというふうに思いましたね。最後の風花は確か、小泉さんの、はい、死んだ旦那の役でということですよね、一番最初の初稿でもらった時のキャラクターと随分変わったんですよね、一番最初にもらったのはもっと暴力亭主みたいな役だったんですけども、なんか最近お前そういう役が多いからちょっと俺の役ではいい旦那やってくれとかって言われて、ちょうどその頃石井隆さんの映画がよく出てて、なんかこの乱暴者が多かったもんですから、なんかそういうのを、はい、やりました。僕はたまたまこの絵はまあつけなかったんですけども、はい、このセーラー服、この次の第2作がセーラー服なんですけども、相米さん、鶴見さんの写真集を確か相米さんが編集、演出タレント本ですね、要するにね、まあ、いわゆるその、まあまあ、アイドルというのかタレント本で写真、普通だったらなんかかっこいい鶴見さんの姿をこう撮ればいいのに、なんかいろんなことをやりましたね。それは僕も参加して一緒になんかあっち行ったりこっち行ったり、はい、行きました行きました、いろんなことやりましたけども、はい、夢の島行ってなんかこうサラリーマンの格好して、なんかゴミにまみれたりとかね、なんか大塚駅で正義軍人になったりとか、はい、道玄坂でまたローラースケートだったり、舞妓の格好してローラースケートをやったりとか、そういうことをやって、ああいうのもまあまあ今回のこうあの映画を見ると、なんか相米さんの演出って割とそういうちょっといたずらっぽいところが最初の初期の作品特に多いんですけども、はい、あるんですよね、はい、あの尾身くんと僕が食事しているシーンの真ん中に、はい、あの女の子どっから連れてきたんだか分かんないんですけど真ん中にいて、はい、このお兄ちゃん泣き出したらお前も泣けとかって言って劇団の子でも何の子でもないんですよ、確か。演技も何もできないのに、あれ最初から決まった尾身くんの弟、妹役とかそんなんじゃないんですか。誰かのお嬢さんなんじゃないですかね、多分そういう人を連れてきて、あと河原で立ち音するシーンなんかも、はいはい、逆さ立ち音、あれ初めて僕の股間にぼかしが入ったあのカットなんですけどね、あそこの川っぷちになんか撮影をやってるからっていうんで、なんかねコスプレしてる男の子がなんか見に来たらそのままその子出しちゃって、あの柱みたいなとこちょっといるのはいるんですよ、ね、そういう人の格好してるコスプレ少年みたいなのがいるんですけど、ね、あれ現場にいたただ現場にいたんですよ、近所の男の子なんですけど、そういうのまあちょっとあの逆さにフレームがなってるんで、はい、ちょっとわからないんですけど、まあ、そういうそんな人だったんですか、なんであのところにいるのかなっていうのは、はい、思ってたんですけど、あそうなんですか。でも相米さんとよく覚えてるのが、ちょうどキティフィルムの今、当時渋谷にあったキティフィルムのオフィスに行ってオーディションというか監督と面談をして、一番最初に聞かれたのは、お前飯食うの早いかっていうのが言われて、ここで遅いって言ったら多分使ってもらえないなと思ったから早いですみたいな適当なこと言ったんですけど、そうするとやっぱ飯食うシーンが多いんですよ。結構多いですよね。で不思議と30年前に撮ったあのシーンなんですけど、これ見てると味が蘇ってくるんですよね。そうですか、うん、あのラーメン屋のラーメン屋のあのラーメンライスだったりとか、ラーメンてんこ盛りのギンギンに伸びてましたけど、あとはね杉村、石原真理子演じる杉村と一緒に食べたステーキ、ね、あれ意外とうまかったのを、ね、思い出したりとか、あのもやし炒めはどうですか。そうもやし炒めはね
最初いっぱいあったんですけど、何度も何度もやってるうちにあの美術さんが用意してるもやしがなくなっていっちゃって、そうなんですね、だからひろこちゃんが一生懸命俺の食べる分を残しつつ取ってるんですよね、だからね、うちにまだから少しなのかなと思って、いやなんか、あ、そうなんですか、はい、あれもうこれ食べ終わったらもうないですよもやしって言われて最後のちょっとのもやしを取りながらねそんなことを思い出しました、ね、そうですか、はい、まあいろいろ相馬さんのね思い出はあると思うんですけど、でもまあ、鶴見さんはもうそういう意味で言うと相馬井さんとはもう長くその後もあれだったんですけども、ズバリ何ですかね、相馬井さんの魅力って言ったらどんなことでしょう。相馬井さんの魅力はなんかそのまんま、僕の知っている唯一の何て言うんでしょうかね、芸術家だったんではないかなというふうに思いますね、うん、あの人間関係においても作品を作ることにおいても、裏表がなくて信念を通しているっていうがむしゃらなところがなく、いつの間にか自分の作品をスルッと撮っちゃう人なんですよね、はい、やっぱり13作、はい、相馬井さんの作品が上映されるっていうのはすごいいいなと思いまして、はい、どんどん他の作品も見てみてください。はい、いや、じゃあ今日はどうもいろいろありがとうございました。短くて申し訳ございませんが、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。